さっきまでね、さっきまでっていうか何してたかっていうと、私はあの七並べをずっと9時台はやってて、で10時になってからちょ寝ちゃってて今日またもや、結構我慢してたんですけど、気づいたら落ちてて7時、まあでも4時に寝て7時に起きるっていう、まあ割と短時間昼寝ぐらいだと思うんですけど、まだんで夜ご飯を食べてなかったので、昼間にねオムライスの残りを食べました。ケチャップライス、そんな感じで。うん、寝ちゃってた眠かった。まあそんな感じかな。まああとその発表されたんですけど、そのなんていうんですか、おうちで握手会の動画を撮ってました。 さっきっていうか起きて、期限が今日まででやばいってなって、もう起きてすぐ化粧直して服着替えて撮ってました。 STU はね4日から5日か5日から6日のどっちかだったんだけどに配信公開されます。エア握手会、ミサンガもやばい。ミサンガは大丈夫、まだあるから。そんな感じで、もう9時から鬼のように鍋を、もうゴールデンベッドタイムはずっともう永遠に無の心でやってました。クマありがとうございます。クマさんすごいね、発光するんよね、黒着てるからかな。そう、エア握手会は9時ぐらいに発表されたかな、かまだ多分知らない人もいるかもしれないんですけど、なんかお家でこうやって撮影してきて、まあそういうね握手会場にいる気分になってもらえたらなっていう感じです。詳しくは、まあ、STU の公式ホームページにも載ってます。くしゃみ出そう最近くしゃみよく出る、はあ、1枚分、いや2枚分ぐらいはあるから、2、3枚ぐらい分ぐらい。お腹しなった、消化してんのかな。そうなので、ぜひぜひ見てみてください。見るだけのやつ、もちろん見るだけマスクのストック何枚ぐらい、マスクのストック何枚あるだろう、30枚はあると思う多分。まあでも外に出ないからあんまり使わない。ぜひぜひ見てください。まああとね、お昼の配信でも言ったけど、アーシャが新しくなっているので、そちらの方もよろしくお願いします。なんかおばあちゃんからねマスクがいつも届くんですけど、なんかね新しく届いたやつがね、私がつけたことがない水色のマスクなんですよ。水色のマスクってさ、なんかすごい医療関係者っぽくない？気のせい？でもめっちゃもう白とかピンクしかつけたことなかった、あとピッタとかで。
医療関係者っぽいよね。でも最近外とか出ててもなんか意外とこの青マスクの人たまにいる。うん、耳痛くならない。確かに痛くなかった。ちょっとさっきまでねすやすやと眠っていたから髪の毛がボサボサ。化粧もね多分落ちちゃった。ありがとうございます。クマさん、やばめっちゃ黄みがかってるな色は。カラオケ配信やるの？ちょっとまだわからん迷ってる。やりたくなったらやろうかなって感じ。くちゃんカメラ目線ください。私はねなんかいつも枝優香さんに撮っていただいてたんですけど、今回から別の方に撮っていただきました。なんでちょっと配色なんか色彩感とかはちょっと前と違うかも。はっきりしたかも。安定のお外で撮ってます。ショールームももう変わってるのかな。ツイッターはね変わってたんだけど、まだ変わってないのかショールームは。あ、まだ。じゃあ全アーシャをまあねまだ変わってないっぽいのでお楽しみください。もしかしたら今日で最後かもしれないのでね。新しいグッズ買わなきゃ。え、そう、なんか私あれめっちゃ欲しいんや。なんか壁紙みたいなやつ飾りたいんだけど。リアル壁紙。もらえないかな、グッズ。あれ買った。マジであれいいよね。だってさ、こう壁外してこうなんか卒業写真みたいなレアなことできそうね。紙写外しみたいな。推しが卒業した時に自分もこうやってガチャって同じタイミングでできるって。めっちゃ欲しいんだけど。ちっちゃいのかな。え、自分めっちゃ欲しい飾りたい家で。すごいね、目が痛。20センチぐらいあった気がする。でも20センチ、これが私のこっからここまでが15センチだから、これプラスこんぐらいか。まあでも全然そんなにすごいちっちゃいと思うかもしれない。え、めっちゃ欲しいカザル。ぜひグッズもね新しくなってるので覗いてみてください。いろいろとありますので。
撮影もね頑張ったので、何の写真が何のグッズに採用されてるとか分かんないからさ、あ、これがこうなのねみたいな結構ある。自分もそのグッズになって初めて知る、あ、これがこういうグッズなんだみたいな、なんか全部生写真かと思って撮影してた。生誕ティーも始まった。生誕 T シャツめっちゃさ、やりたかった。なんか他のグループさんが自分で作ってるの見てめっちゃいいなって思ってて、どうなんだろう、あの2人だけなのかな、コロナで生誕祭できないからなのか分かんないけど、そう、スティーブはね生誕 T シャツっていう文化がなかったんですよ、そのメンバーがデザインっていう文化があればいいな、欲しい、なんかメンバーがデザインした T シャツ。どうだろう、でもそれまでの生誕祭やった人のがないけど、今後あるのか分かんないですけど、三都市広島ギリあるの、三都市広島どうだろう、あるのかな、あってほしいけどもなさそうな気もするんだけどな。街中で着れる形でよろしく。絶対もう私は T シャツは普段着れるようなやつにしたい。なんかデザインできたらいいなって感じ。握手会密だからね、なさそう。リモート握手会になっちゃう。顔写真なしで、顔写真はねあんまりどうだろう、なんか顔が写ってないいい感じの写真をつけたい。オタを試すタイプもお願いします。もうコンビニに着ていくだけで勇気のいるようなデザインにしようか。でさっきね、お昼のショールームで作ったクリームチーズもちょっと食べたんですけど、結構美味しいけど、なんだろう、こんなめんどくさいことしなくてもクリームチーズにこうオレをこうやってすくって食べた方が美味しかったんじゃないのかっていう疑惑もちょっと出てるけど、でもなんかこうそうじゃなくてちゃんとケーキらしくなってんのがいいのかも。でも味はめっちゃ美味しいです。でもレモンは入れた方がいいと思う。なんか甘酸っぱさっていうものが消えた、なんか、なのでおすすめは多分レモン汁とかヨーグルトを入れた方がなんかもっとこう酸味が出てチーズケーキ感が出るかなと思います。ぜひ皆さんもトライしてみてください。砂糖入れなくてよかった。砂糖入れなくてよかった。砂糖買ったけど。ゆきちゃんが作ったのが食べたいね。もう絶対一人じゃ余らすから食べてほしいレベルなんだが。7日連続配信してる。珍しい、こんなに長く配信するのあんまりない。コロナの影響ですね。まあでも配信してる時間はね普通に楽しいんですよ。時間もなんかあっという間に過ぎるし、配信以外の時間が本当に一日長すぎてダメ。次何作りたいとかある？なんだろう、
なんまりないかも。でもなんか作りたいね。ダルゴナコーヒーはちょっとめんどくさいからやらない、うん、できれば配信映えする方がやりたいよね。なんか普通にご飯とか作るより長時間配信期待。うん、ゴールデンウィーク、え、明日も、私わかんない、ゴールデンウィークって祝日っていう括りなのかな。あ、別にそうではない、普通の平日理解はしてないんだけど。祝日ではない。あ、じゃあ普通にゴミとか出せるんだ。あ、祝日だよ。あ、祝日なんだ。祝日なのかーい。じゃあゴミ出せないや あ、ゴミは来るんだ。わからん地域による。調べます調べます調べます。疲れてしまった。ドラマがやってる今、おとなしだけど。すごい、なんかご飯のドラマやってる。あ、これあれか、食探偵明智光秀みたいな、明智五郎みたいなやつか。最近ずっとテレビつけっぱ。今日はずっとイッテ Q見てました、さっきまで。そう、テレビ買ったのよこれはいい、なんか部屋が静かにならないからいいかも。テレビある生活は違う、うん、違う、情報量が違うわ、うん、情報量の多さにびっくりするけど、深夜をもっと豊富にしてほしい。深夜大体起きてるから、もうなんか通販しか見るものがなくなってしまう。トゥルースリーパーばっかり多分今昼夜逆転してる人多いから、絶対深夜番組復活させた方がいいと思う。3時4時台とかをもうちょっと豊富にしてほしい。深夜は NHK の絶景シリーズ、あ、見てるよ。本当に心を無にするときはずっとこう山、昨日ずっとなんか山の映像見てた音楽とともに、うん、1時間ぐらいもうずっと無の心で、すごい海外の山を見てました。あれ、うん、動物の時は結構癒されるけど、山はね、あんま分からんかった。焚き火とか気持ちが落ち着く。あ、なんかでも焚き火って、焚き火1時間動画とかあるよね。あれ全部見る人いるのかな。なんか私もクリスマスにケーキを食べながら焚き火の動画を見るのは割と好きだったけど、1時間近くずっと見れる人いるのかなって感じ。音だけ聞いてる、あ、音だけ聞くのはいい睡眠用 BGM になりそう。ニコ生24時間だった。ニコ生の24時間見たよ。あのね、ニコニコ生放送でいつだっけ、なんか冬ぐらいになんか焚き火を24時間燃やすっていう
生配信がしてて、なんかギフトの数によってなんか松ぼっくりとかが投下されたりとかして、すごい盛り上がった。ま、松ぼっくりが出てきた瞬間がめっちゃ盛り上がった。きたーみたいな。そう、それを見てた、まあ、ずっと見てたわけじゃないけど、まあまあ見てた。癒された、その時は。生おきちゃん見てちょうど1年経った。じゃあ1年経ったんだ。去年は今頃フラワーフェスティバル出てたな。めっちゃ懐かしいわ。あのデニムの制服が初お披露目で、めちゃくちゃ暑くて、なんかメンバーが3人ぐらいステージ上で熱中症になったっていう思い出があります。暑かった。もう楽しかったね、あれは。やっぱフラワーフェスティバルはステージが大きいし、その後ちょっと屋台とか見るのも好きだった。懐かしい。ティオよりも暑かった。あの衣装は歌って踊るようじゃないから本来。あの一回きりですね、あれで踊ったのは。翌週 JFE も見に行った。 JFE 懐かしい。イベントとか5月はなんかイベント系がめっちゃ多かった気がします。懐かしい。いや、今年も新制服がどんなのかは気になりますね。でもそれをお披露目する場がないのがカナピ。今年はあるとは思うんですけど、制服は。ただどんな感じなのかまだは。早く会って動物のお医者さんの感想を語り合いたい。動物のお医者さんね、なんか漫画パークで全話読んだんですけどね、最終回が全然最終回っぽくなくて、なんか普通な感じで終わって、で次の話読もうと思ったらなんかなくてびっくりした。今の最終回だったんだみたいな。でも面白かったです、また読み返そう。確かに動物の主さんっぽい。30年前なんだ。そっか。で、それがこう今のこう私ら世代が読んでも面白いって思えるのがすごいよね。焦ないんだよ、色は。無料公開もうすぐ終わらん。そうなの？じゃあ早く読み返さなきゃ。どういうお話？なんか動物のなんか北海道の北大の獣医学部の話なんだけど、なんか動物は死なないし、なんかすごいいい意味で人間はあんまり動物に優しくないし、動物もなんかそんな普段よくある感動物語みたいな感じじゃなくて、割と好き勝手やってる話、面白かった。北海道に行ってみたい、コロナ終わったら。すごいなんか行きたくなった。見て
去年ね、カニ食べて、もうなんかあの時が一番楽しかったかもしれない。幸せだった、去年の北海道のツアーが。もうホッケの厚さが、私がいつもこうなんか食べてるホッケとは違っても、ホッケの切り身の厚さがもうこんぐらいあった。びっくりした、お肉かと思った。いやー美味しかったな、もう一回行きたいな。人生で一番幸せだったよあれ。倉敷もう行けないのか。倉敷はどうだろうね。早く行きたいです。うん。すごいタブレットが置き去りになってた。明日ミサンガ作り配信しようかな。なんか2回ぐらい配信したいなと思ってるんだけど、ミサンガ作って、あと5本サンガ作り配信と何しようかな、迷っち。もう本当にやることがなさすぎて全部やり尽くした感はあるけども、料理もな、変わり映えないしな。あきちゃんもラジオ体操するの？ラジオ体操はしない。朗読はいつからですか？朗読はもうちょっと待ってほしい。またリプ編企画してくれ。リプ編企画ね、なんかこうあんまりバンバンやれないから、なんか記念があったらしたいな。あれニケだけなの？あのラジオ体操じゃなくて STU 体操のことかな。それはねやる、自分らも。まだなんか覚えれないの、人に教えれるほどまだ覚えれない。STU 体操というものね、もうやってる人いるのかな、でも覚えなきゃ。これでね、はい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 みたいな。見たのは見た。今日誕生日です、おめでとう。おめでたい。ミキは名前順、あ、そうなの、名前順でやってるんだ。やばいじゃん、じゃあ自分の番回ってくるまでに覚えなきゃ。早っ。まだ誰もやってないのかと思ってたよ。もうやってるんだな。じゃあまた今度やりたいと思います。
昨日から始まった。あ、じゃあまだ時間あるね。覚えよう。あれ結構ハードそうだったんよね、一回見たけど。全身映る画角探さなきゃ。うん、そんなに広くないからな。片付けんと、片付けなあかん。ゆかちゃんのおすすめのアニメ教えてほしい。なんだろう、最近何見てるかな。最近見てないかも。なんか最近新たにハマるものがなくて困ってる。なんか過去のちょっと好きだったやつを見てるけど、話知ってるから、なんかこうやっぱ新たな面白みがない。なかなかビビッとくるものがないぜ。やばいの、本当にね、なんかすることがなくてね、やることもない、見るものもないみたいな。やばい。いや、することはあるのはあるあるのはあるんだけど、そう、なんだろう、おうちタイム、その仕事以外のこう時間の過ごし方がもう本当に難しい。何をしたらいいのやら。娯楽がない。そう、娯楽がない。ただ一日を過ぎ去るのを待っている日々が結構しんどいですね。みんな何やってるんだろうな。やっぱ忙しいってすごい幸せなんだなってめっちゃ思います。あと1ヶ月続きますから。いや、あと1ヶ月結構しんどいな私これが1ヶ月はなかなか。いや、娯楽って大事なんだ。すごい、なくなって気づく当たり前の日々の幸せさ。5月末までは。そうだね。いや、本当にやばいよ。おうち公演したい。でも本当に歌って踊ってそれを見てもらわないと、もうなんかパフォーマンス力が初期に戻りそう。してほしい。言ってみてください。いや、私が言えって話じゃないけど。やってほしいよね。あの2期がやってたみたいな、あれはいいですね。いや、無観客配信はよく今思えばすごい、あれでもあれだけでもありがたかったんだなって思います。楽しかったしね、あれ。なんかすごい MC とか、なんかすごいいつもと違ってすごい変な感じしたけど、でもステージに立てるっていう時点では全然今よりはすごい幸せだったな。
スタッフさんのアンコールとか新鮮ね、なんか嬉しかった、すごいありがたいなって思いました。まあせめて無観客公演ができるようになればな。まだまだねモチベーションが保てるのかもしれません。きちゃんが配信してくれるから幸せだもの、ありがとう、優しい、そう言ってもらえてありがとうございますうん、本当に1年が貴重だから、アイドルは1年の中の2ヶ月は結構大きい。ラジオもマスクするの？いや、ラジオはねマスクはしないけど、なんかの仕切りみたいなのして収録します。うん、次からリモート収録って言われたんだけど、どういう感じでやるんだろうって思います。リモート収録でも本当今ラジオぐらいしかできないからありがたいですけどね。あーね、他のラジオリモート収録やってますよね。晴れ町のもっと STU とか瀬戸宗とかがリモート収録してた。ズームうわ、3密は避けましょう。よいしょ。まあこのしんどさがね、明日の自分の命を守ると思えば、まあ頑張ります。自分とね他の人の命を守れると思えば仕方ない。耐えます。頑張るしかないよね。新しいプロフィールについて聞いてもいい？いいよ。なんだい？新しいプロフィールの何が聞きたいんだい？インドあれか、STU48でやってみたいことかな。なんて書いたっけ、でもインドって書いた気がする。インドに行くって書いた気がする。インドに行くって書いたのは自分がすごいインドの電車がもう人が溢れるぐらいぎゅうぎゅうで、もう屋根の上とかに人がいるじゃないですか。あれがすごいなと思ってて、ああいう感じを STU48 号でやりたいなと思って、インドって
書きました。インドに行ってみたいですね。今やったらちょっと密なので、コロナが収まったらインドに行きたいと思います。 STU48 号で自分で行くんじゃなくて STU48 号で行きたいと思います。クローバーありがとうございます。そっか、質問が新しくなってるから、プロフィールのそういう質問もあったな。なんかあんまりプロフィールちゃんと確かめなかったかも今日。そういえば書いたかもしれない。やってみたいこと、やりたいことはもうグラビアとか声のお仕事とか舞台とか執筆系とか、もう全般にもう書き、なんかやりたいことがありすぎてブワーって書きました。グラビアはぜひ、もうじゃあたくさん意見出してあげてください。出してください。水着、いや必要は水着ダメなんですよ、うん、グラビアってさ、私そんな水着だけがグラビアじゃないと思ってグラビアって書いてるんだけど、じゃあ普通に雑誌に掲載されてるあれは何なん？なんて呼ぶんあれは。それも含めてグラビアかと思ってた。いやー、いっぱいやりたいことはありますね。今年はそういう自分の目標を一つ一つ、叶えていけるように頑張ろうかなって思います。舞台見たい。舞台ね、中止ではないから、またそのセプトさんの方あると思うけど、まあとりあえず早くもう本当にこの状況が収まりますようにって感じ。もうそれしか願えれん。もう今願うとしたらそれですね。人生で結構なかなかしんどい出来事かもしれない。むむむむ。今日もどうしよう、あの七並べをね夜やりたいなって思ってて、今17分だから30分ぐらいに
終わって、まあ、35分から5の倍数でやろうかなって思ってます。なのでぜひね一緒に並べてください。4分しんどくない？あ、でもなんか意外にいける。なんか確かにこの昨日4分4の倍数でやって、4の倍数はいつもより多くできた。その56で終わってもまだ時間あったから1回やれたりとか、結構多めにできたけど、でも結構あれかもね、時間が今トレジャーハンター、トレジャーボックスやってるから時間がね長いかなと思って、まあ、今日は5でやりたいと思います。この倍数で確かにギリギリの時もある。結構朝方とかやってるので、ゴールデンベッドタイムはもうずっとやってるので割とね当たるかもしれません。なんでこの配信は30分に終わろうと思います。のでよろしくお願いします。カラオケは、カラオケは今日はやめとこう。でもしたいね、この連休中に。いやね、今ね声なんかちょっとガサガサなんよね、なんとなく引っかかるから、また調子いい時やろうかな。お水飲みます。一番最後は59。そうですね、55まで終わったら59、最後だけ59でやります。のでよろしくお願いします。悟ったような優しい表情なのに、悟ってるかな。もうでもそろそろなんか悟りは開けそうである。もう一度お願いします。すいません、もう一度お願いします。30分に配信終わって35分から5の倍数で7並べやります。35からやって55までいったら次59でラストです。はい、そんな感じです。グッ。ぜひ当たりましょう。まあでも七並べ配信とかもね、もう今の時期七並べ結構大事だからやりたいなと思ってる。意外とねやっぱ全員が本気出したらなかなか厳しいものですよ。アイライン薄くなったよね。いや寝起きだからミックと取れとっていうのもあるかも。うん、並べ配信もしたいかも。ぜひ皆さんね、私のもうときめきと、あともう奇跡ぐらいを、ほぼ全員が奇跡持ちぐらいになればちょっと嬉しいかなと思います。奇跡が5回ぐらいだったかな確か。
なのでぜひぜひ頑張りましょう。きらめき止まり、いけるいける。すごいね、なんかね、前ね誰かの配信を見てて、七並べ配信してて、あの渡辺夏樹ちゃんかな、なんかね、あの背景のてってれてれてれてて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 れててみたいな七並べの BGM あるじゃないですか、あれをねなんか替え歌みたいな歌ってて、七並べしながら、もうそれがねなんか頭から離れない、ちょっと忘れちゃったけど、なんか七並べ七並べみたいな、渡辺夏樹ちゃんよく見るね、なんかたまたま見た配信がそれだったね。うん、すごいね、頭から離れん。てててててれれれれてれれれれれれててれれれしーち並べしーち並べみたいな歌ってた。 ST の曲に設定できるように BGM したいね。なんか SK さんとかはさ、あれよね、パレオはエメラルドだよね多分 BGM。TU でなんか七並べがはかどる BGM ってあるかな。スピード感あるのがいいよね、でもアップテンポの曲が。ペダル、うん、かな。うん、夢力。なんかでも私はなんかそういうシンプルなゲームになんか同じ BGM ずっと流されてたら、その BGM が嫌いになる傾向あるから、ちょっとでも SU の曲流したら嫌いになってしまうかもしれないから今の BGM でいいかも。なんか当たり障りない普通の曲で。瀬戸内の声でもうそんな七並べなんかやっちゃったらみんな遅いよ出すの。そうパデポン青い海はポンみたいな。どんな時も優しくおらかでパスみたいな。最悪よ、うん、めっちゃ時間かかってしまいますね。25分ということで、そろそろ26分か、終わって35分から七を並べたいと思いまする。じゃあランキングを読みたいと思います。チュッ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 チ、テレ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 、13位から読みます。13位がアマジョさん、12位がティーンマンさん、11位がアゲモミジマンジュさん、10位がカイトさん、9位がナヌシさん、8位がモーブランさん、7位がパパパンダさん、6位がジユンちゃん、5位がコバチャさん、4位が太郎さんでした。13位から読みまでの皆さんありがとうございました。そして3位がマッカさん、2位が市下さん、1位がウサさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。35分からこの倍数で七並べをしたいと思います。今日はね、まあ、2回配信したんですけど、お昼と夜見てくださってありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。ゴールデンウィークもステイホームで一緒に乗り越えましょう。本当に仲間が欲しい、この生活に。この苦しい生活に仲間が欲しいので、もう本当に一緒に家にいましょう。というわけでありがとうございました。
バイバイ。あ、おやすみなさい。じゃあ七並べでお会いしましょう。バイバイ。